FM Osaka Latin Music Special Week 2021 Winter DJ Takeru DJ Yudai DJ Takumi FM Osaka Sunday Special ILY のジャンプラジオ。ジャンプラジオ。時刻は7時を回りました。 FM 大阪サンデースペシャル INI のジャックラジオ始まりました。えいえいえい。 INI の大阪出身の佐野雄大です。尾崎匠です。後藤健です。はい、僕たち、プロデュース101ジャパンシーズン2というオーディションから誕生した11人組グローバルボーイズグループ INI です。デビューシングル A を11月3日にリリースしたばかりです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。スーパーリーキーだよね俺。自分で言うなって。あ、スーパーリーキー。デジャブや、デジャブやこれ。ラフ&ミュージックラジオ INI Today スペシャル、12月18日そして19日と2日間 FM 大阪にて朝から深夜までいろんな時間帯に INI 大阪出身の尾崎匠、そして後藤健、佐野雄大の3人がいろんな時間帯に出演してお話をさせていただいています。はい、はい、そしてさらにこの時間は FM 大阪サンデースペシャル、 INI のジャックラジオ、大阪出身の尾崎匠、そして後藤健、佐野雄大がジャックします。はい、はい、ジャックっとはい、ってな感じなんですけど、早速メール、お祝いメッセージね、たくさんいただいてますもんね。これくだりめっちゃしてるけどさ、本当にたくさんの方にあのメッセージいただいてるので本当にありがとうございます。ありがとうございます。じゃ早速読んでいきましょうか。はい、はい、なんかじゃあ俺はね、どうしようかな。音聞いて、この音、うん、音ちょっと聞かせて。うわはい、本みたいな音してるもんな。そうマジで本ぐらいの分厚の、あの魔法の書みたいな。あ、わかる、分厚い、ね、それがめちゃくちゃあるみたいな。うん、全然わからん。わかるよ。はい、じゃあ俺からいくわ。はい、いきます。埼玉県ななしゃんさんから。はい、いつも INI から元気をもらっています。ナニプリの3人に質問なのですが、はい、学生時代に得意だった教科と苦手だった教科は何ですか。はい、これからもずっと応援していますということなんですけど、はい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 、じゃあどっちからです。得意、苦手な方がいいか、得意な方にするか、うん、得意な教科は何でしょう。はいはいはい、もう決まってる、うん、ありそうやな2人は。なんかもう、うんうん、僕はそうですね、うん、中学生の時にします。これ、あ、中学にしてね、中学でいこう、うん、僕中学生の時は、うん、英語かな。英語か、うん、やっぱそういうの得意やもん。うん、いや別にまあ得意ではないんですけど、でもなんか中学の英語ぐらいだったら全然さーってできてましたね。すごく楽しかった覚えはあります。楽しく授業受けてましたね。たけるは頭いいもんな。いや別によくはない、全然普通、本当に普通普通普通。たくみはなんかある。俺はあのなんやろさ、俺は体育、数学。あ、数学。あ、全然やばい。じゃあ問題出しちゃおうかな。じゃあ出さなくていいけど、じゃあ、あの得意な、俺の中で得意やった教科は数学やった。うん、全部総合で見た時に、あ、そうなんよ。数学が一番取れてた記憶はある。そうなんや。多分。雄大は？俺国語。国語。うん、国語。いや国語ほんまに、ん？なんか国語がマジでめっちゃ、国語偏差値一番。飛び抜けてた。多分やば、うん、マジか。そうね、国語俺めっちゃむずかった。多分国語力は自信あるかなっていう感じですね。それじゃあもうちょっと早速曲に行っちゃいますね。はい、INI が先月、11月3日にリリースしたばかりの僕たち INI デビューシングル A から、それでは INI でロケティア。高鳴ることを進め、恐れては先はない。目指せ無限に広がる世界。見つけろゼロナイト、限界を超えて、このままじゃ Strap it take off Rocket Lunch。 I'm a rocket deal、 飛び越え月に立ち、このギャラクシー、俺には味と味と。
INI のロケット山をお届けしました。 INI は先月11月3日にリリースしたばかり、僕たち INI デビューシングル A に収録されている楽曲です。 INI 大阪出身の尾崎匠、そして後藤健、佐野雄大の3人でお送りしています。はい、はい、ありがとうございます。せっかくなんでね、メールもたくさん来ているということなんで、はいね、メールを読んでいきましょうか。はい、じゃあ俺行こうかな。 OK、 雄大じゃあ行こうか。はい、ラジオネームマリリン・モンローさんからのお便りです。マジでマリリン・モンローさん、もう来た来た来たってるから、うん、やば、よろしくお願いします。よろしくお願いします、うん、17歳って書いてある。あ、じゃあ違うわ、絶対違うわ。違うマリリン・モンロー違いだ。なにわのプリンスの皆さん、こんばんは。私が INI を知ったきっかけはプデュです。あ、プデュ見てくださってた、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これからもずっと応援しているのですが、ずっとコテコテの関西弁でいてほしいとのことですね。関西弁か。でもそうやな、やっぱり結構、まあ、結構自分は東京にいたことはあったんですけど、うん、それこそ雄大とタケルは大阪にずっと住んでて、うんうんうん、こうタケルと雄大と話す機会が増えたわけやん、うんうん、大阪の人と、うん、普段は近くにいなかったから、うん、だからなんか普段のタメ口で喋る時の、うん、だから大阪関西の関西弁なること増えたもん、めっちゃ。だって俺ら最初に会った時、たくみめっちゃ変な喋り方してたもんな。してたな。標準語と関西弁混じって、そうそう、混じって。ほんまだから どっちか分からなくなるの、うん、そうそう、関西弁の人と喋ったらめっちゃ面白かった。だけど今は割と関西弁になっちゃってる。まあでもここ3人おったらどんな場所でも多分関西弁抜けへんやろな。抜けへんと思う。でも雄大最近でも標準語、最近そうです、ちょっと意識してるんやろ。本当に、いや東京に染まってきてるかもしれない。それや、染まってきたのかな。自覚ないんやったら全然わかんないけど。染まった、もう、それそれそれ、自覚ないわ。それそれガチのやつ、ね、全然わからへんとたまに言うときあるけどな、うん、もう一個くらい何かあるか。ず、うん、ずまで言ったって言ってよ。じゃあそれじゃあそこでそれ行く。ずっとコテコテな可能性あんの。いや俺は自分かなって思うから。あ、もう確かに。でもなんかさ、俺たちってさ、うん、割とそのコテコテな関西弁じゃないやん。あ、違う、なんかちょっとめっちゃこういう感じじゃないやん。グイってえぐる感じの関西弁じゃないもんな。そう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 、確かに。だからまあ抜けることはないと思う。そんな変化はそこまでないんかなとは思うけどな、俺は。まあ、じゃあ俺もお便り、お便り読むかな。握ってるもんなずっと、うん、はい、いきます、はい。ラジオネーム福岡県福岡市のツナさん、うん、ツナさん、はい、何岩のプリンスのポーズを考えたのは誰ですかって。あれは何かプリンスっぽくしたいっていうことになって、ポーズはあ、でもみんなで考えたじゃない。確かにみんなで考えた気がする。なんか一人多分俺こっち行くわ、じゃあ俺これするわ、じゃあ俺こっちで
最初の立ち位置するかみたいな感じ、最初の曲の立ち位置、うんうん、誰が真ん中一番しっくりくるとかもな、あなんかみんなで話し合って決めたかな、なんか全然回したよな、回した回した、で結局あれ誰一番しっくりきたんやったっけ、でもやっぱ最初のタケルじゃない、タケルか、タケルか、タケルが真ん中で、うん、俺は左やって覚えてんの、そう俺は右、まあ身長的に考えたら俺になるっていう、あそっかそっかそっか、そうそうそうってはなったけど、まあタケルが一番似合ってると思う、確かに、ほんまにプリ、でもその時はそうなんだな、確かに、うん、でもこれからも何屋のプリンスポーツする時はタケルが、そう絶対真ん中で、ほんまお願いします、よろしくお願いします、まだローテーションしたいけどね。まあこの話にちなんでなんですけど、はいはい、もう一つちょっとお便りで、おおちょっとラジオネーム秋田県秋田市みやびさんから、みやびさん、何プリ3人の決め台詞をもう一度聞きたい、うわいいんですか、ちょっとやっちゃいます、やっちゃいます、もうだってチームでおるときはもうやることないもん、ないないない、せっかく大阪にね、確かにめっちゃ久しぶりに言うの、久々やるか、おおよしよしよし、ねい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 はいらんねん、あよくやってたな、まあね、菅井さんやん、よし行こう、いいね、はい、いいね、僕たちなにわのプリンスです、いいね、どうやった、いいね、なんか覚えてなかった、気持ちよかった、気持ちよかった、俺もなんか良かったよ、いいね、最初に僕たちも変わってない、僕たちやっぱタケルよ、タケルよ、なんか俺たちが言うのは違うよな、うん違う違う、じゃあお便りまだ読めますよね、全然、あじゃあ俺いいかな、あ行くか、はい、じゃあもう先がでも俺ばっかやな、あじゃあ一回俺挟むか、うん、タクミお願い、一回俺挟ましていくよ、ラジオネームずっと一血さん、はい、星黒星さん、はい、なにわのプリンスの皆さん、特番おめでとうございます、特番おめでとうございます、ありがとうございます、私は3人の笑顔が大好きです、本当にデビューおめでとう、はい、今日ですね、はいはいはい、M1 がやってるみたいで、お一番好きな芸人さんは誰ですか、おということなんですけど、大阪出身の3人はなんかね、芸人さんまあ結構いっぱい、じゃあボンボン上げていくか、はいはい、俺はちなみにあのノンスタイルの石田さんが大好きでした、ノンスタイルさんじゃなくてノンスタイルの石田さんいや確かに、ね、石田さんめっちゃなんか個人でもなんかそう頭の回転めっちゃ速い、すごかった、全部拾ってくれてた、あの時岡部の時、うん、あめちゃくちゃ楽しかった、楽しかったな、素で笑っちゃった、めっちゃ他いますか、えそれこそさ、それってさ、うん、俺もパンサーさんほんまにめっちゃやばかったな、すごかった、えパンサーさんめちゃくちゃバランスのいいトリオじゃない、うん、3人な、うん、全だからボケて、そうそうそうボケて突っ込んでみたいな、なんかボケ突っ込みで起爆剤みたいな、起爆剤よな、そうそうそう、カンさんがテンポ感とかもすごかったし、やばかった、面白かった、ちょ俺らも頑張ろうよそのトリオ、うん、あそういうことトリオでもいいバランスやと思うね俺、確かにな、うん、確かに、あ俺起爆剤で雄大がボケ、俺ボケしてんねや、どなんかよくわからん、2人ともボケツッコミできるような、あ、ありがとうございます、ありがとうございます、たくみはもうツッコミ殿下の報道があるけど、殿下のあるけど、えぐる系のなんて、ね、俺テクニックじゃないから、勢いやから勢いと雰囲気やからたまにめっちゃおもろなるな、なんかたまにすごい神降りてきてる時あるな、そんなワード出てくる時あるな、たけるは俺はいっぱい言っていい、タケルさんやな、いっぱいあるもんな、いっぱいあるねんな、俺、まあ、東京03さんがめっちゃ好きやし、うん、もうずっとネタ見てるし、うん、なんかやっぱトーク系やったら、うん、これ小籔さんがめっちゃ好きやな、あーなるほどね、そのなんかちょっとなんていうの、毒を吐くというか、うん、なんかそういうところがすごくでも気持ちいい、聞いてて気持ちいいし、エピソードトークめっちゃ面白いしな、めちゃくちゃ面白い、小籔さんがすごく好きかな、あとは、ま、漫才で言ったらまあ、かまいたちさんと霜降り明星さんはめっちゃネタも見るし YouTube も見るし、うん、めちゃくちゃ好きかな、あそういうことなんか共演してたよな、あしてます、ほんまやほんまや、そう言ってたね、そう粗品さんと一回共演させてもらった時に、うん、もう粗品さん普通にもう楽屋の挨拶の時からなんかもうめっちゃなんていうの、あその人めっちゃ面白い、うん、なんかオーラが出てて、面白い人面白い人オーラが